やあ、小林くん。こんなところでどうしたんだい？いや、何も言わなくてもいいよ。君が何をしているかは分かっているからね。しかし、君も私と同類だったなんて、最初に知った時は少々驚いたよ。こんなに近くに奴らと戦っている仲間がいたんだからね。まあ、やつらに対してのアプローチは私と君とではかなり異なるが、ただ協力は惜しまないつもりだよ。君に倒れられては困るのさ。霊峰学園の四天王ヘッドとしてもう少し君臨していてほしいからね。その方が周囲の高校の秩序と平和は保たれるということさ。おっと、少々話しすぎてしまったようだ。邪魔をしてすまなかったね。ではまた会おう、小林くん。やあ、小林くん、お見事だったね。さすがは四天王ヘッドというところかな。しかし、奴らの幹部を2体も倒すとは、君の力は私の予想以上のようだね。そしてどうやら君は私が知っている力とは別の力を持っているようだ。かつて私は不良生徒が大嫌いだった。彼らは恐怖をまき散らしてある。一般の生徒たちにとっては邪魔な存在でしかなかったからね。しかし彼らの中に特殊な力を持つ者がいた。熱血力とでも言ったらいいだろうか。それは私の知らない力だった。私は持てる力の全てを使ってできる限りの情報を集めた。その途中で私は奴らの存在を知った。負の力を利用している奴らのことをね。小林くん、君の中にはその熱血力とは異なる力を感じるが、君の力は一体？おっと、また話しすぎてしまったようだね。すまなかった。これで許してくれたまえ。では失礼するよ。また学園で会おう。